本日はですね、岐阜の高須に、まあ、俺の別荘に来たんですよ。いいですね。持ってたんですか。俺の別荘です。これはその一回3万5千円で借りれる別荘です。意外に結構でも5万ぐらいするって言ってた。さっき言ったでも GoTo が使えたもんで安くなった。で社員とまあちょっと俺も今いろいろ社員教育があってら、何会社で最近宅飲みも流行ってるもんね、俺。そうですね。なもうやめてほしい。いや自宅待機の女性も泊まるんだな。俺も多分な女性社員も一緒に。何家で止めて強制的に止めて、はい、飯食って、はい、まあ、飯は外で食っていいな。そうですね、で家で飲むだけだから高めですね。だからこれで来たよな。僕はよかったよな。そうですね。あの時も女性社員一人おったよな。一人泊まって、はい、朝まで寝たの。まあ、夜中帰ってた。いや夜中は帰ってないです。さすがに、うん、お前の時だけは一人だったの。全然知らなかったもん。こいつが起こしに来たの朝でもうってなって、でも別に黙っていけばいいんだぞ。チーション、めちゃ挨拶、うわ挨拶、六時ぐらいの挨拶。まあ遠いからな、春日井だから、何日か一時間目やから、まあ一時間目かかります。で、まあそういうのまあちょっと自分の中で流行っとるから、ハハハハハハハ。で、まあこういうちょっとじゃあ冬山キャンプ、最初はあれだね。本当テント張ってやろうって言っとったんですけど、ちょっとそれはさすがに社員が死んでしまうんじゃないかっていう話になって、まあ急遽こうやって、コテージ、これコテージ、コテージ、コテージですね。やっとちょっとまあついて、火も起こして、そうですね。今から料理していこうかなと。まあちょっと女性社員もまた楽しみにしてください。女性社員はね、モザイク。モザイク。そうですね。そうモザイクは初。モザイクは初やけど、まあこれは俺の手腕目やな。社長の合力で、まさかのモザイクゲットいけるかもしれないな。まあまあいろいろ料理もいろいろ結構買ってきてるし、まあ布団もあるし、モザイクも飲んでね、うん、あ、ちょっと軽く自己紹介しようぜ。そうですね、初めてちょっと初めてで作りましょう。出たことあるか、ちょこっとは初めてです。でもマスクしてたお前。いや、なんか失礼してたからした方がいいのかな。意味はない。一応寒かっただけだよ。どういう人がおるかなって。やばい。いや、俺やっぱもう今さ、やっぱ職人さんがもちろんすごい見てくれてるけど、でもお客さんもすっごい見てくれてるもんね。やっぱ YouTube を見ていないっていうのもあるでしょ。ありますね。かなりある。でもまあチラシとかいろいろ見て、もともと知ってて YouTube も見ててっていうのが多いのか、 YouTube だけで知っておりました。これは僕のイメージは、うん、YouTube からの方が多いかもしれない。 YouTube 入り口、入り口。なんでうちの会社こんな数字悪いの。俺こんな1年間努力して YouTube 作って。でもいいよね、お前で。ちょっと特にこういうの多いよ、飲み会とか。飲み会、そうですね。で、今までちょっとなかったよな。最近コロナで。ちょっとコロナ、コロナの、いや違うだろ。コロナのせいにしよう。お前やらんかっただけだ。そうかもしれない。会議もやらん、ミーティングもやらん、何もやらん、とカスの方が。このチンカスの方が。でもちょっと良くなってきたね、雰囲気。どう？そうですね。ちょっと良くなってきたよね、なんかね。いや、松坂は本当にすごい、この間来た時はすごい良かった。自主練やらせてますよ。何やら自主練じゃん。あのロープレゼンで、あ、一人で一緒に行く前に次はこれはここまでできるようにした方がっていうことでね、うん、あ、はい、でシャワーやな、遊び上がってお風呂場でってことは、俺がこうやって本社で勉強会までやる、進捗会議まで俺がやる、さらにこの上昇教育のために宅飲みキャンプやる、はい、でも各店でなんかじゃあ勉強会やろうっていうのはないんだ。今後ちょっとさ、いや、で主演またさせちゃうんだ。へえー、あ、そうなんだな。同行ありきですけどね。あ、同行ありき。同行の前に、でも同行やってんだ。あ、そうですね、加速してやってんだ。そうですね。楽しい、楽しいです。やってみたい、早くお客さん一人行ってみたい。そうですね。でそれでまあここまでやったら一人行けるのかって言って、いいね。まあうち、まあ、なかなか営業も見たことないと思うけど、まあ今ね、だいぶこうやって一般の人も見てくれる。そんなに多い？一般の人。いや、結構その何から媒体来てますかっていう話、うん、まあ実際なんだろうみたいな、 YouTube なのかチラシなのか何なのか、うん、ホームページってお客さんだったら正直 YouTube 見たことありますかっていう話は一応するようにしてます、うん、だけどそれは何、その YouTube をしか知らないっていう人とか、YouTube から知ってホームページ検索したとか人っておるの？は結構な数多分いると思う。あ、マジ？はい。そんなに効果あんだ。YouTube やってるような人はよく。YouTube から知ってるの？それはチラシ見て検索して。YouTube 見てホームページ見て、うん、依頼。
ていう人が多いから、ホームページ関係の人は。で、ホームページが媒体っていうぐらい。どれぐらい多い？多い。でも月に1回は見ますよ、YouTube っていう。それでも月1本ぐらい。月にでも1本、まあ、担当1人で1本ぐらい。最低1本。そう、店舗で3、2、3、4件ぐらい。なんで人もうちょっと増えてくるといいね、これ。そうですね。お酒飲もうかも。飲みましょうか。うん、はい、よし、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。いいね。プラス。でもやっぱ山いいね。なんか相手さんは最後の最後まで断ってたけど。そうですか。そうでしたよ。そうでしたか。いいだろ。いや、この間泊まったのもいいだろ。なんか俺とじゃなくて、みんなとやっぱまた喋れる人って相談できると思って。で、このなんか誰か自分たちで別にいいんだよね。勉強会やらないとか。会社に残業つけてもらうやつ、経営集一応残業も超えたらオーバーだもんな、一応は、まあ、超えたらって一応そうだよな、はい、で、前は一時期全員オーバーしとったよな、一時期そうそうだよね、で作業効率はみんな上がっとるよね、さあもうそうですね、入った分ますが、7、8年からもうでも終わんなんかあげられないな、人の面倒見てないよな、そうですね、俺もなんとかなっとるよな、YouTube とかでもアイディア考えとるよね、で逆に当たったよね、今回な、ね、時間と取ってないもんな、YouTube に対して、はい、まあアイディアだよね、でお客さんもアイディアだよな、どうやって行かずに契約もらえるかみたいな、そこは絶対感動があったでしょ、それは2時、それは2時、何あと2時まあ食べたいよ。まあでも酒じゃないか。食べてます。もうそれだけだったの。何個やったら全部いけるか。レイジー、どうキャンプ。え？キャンプどう？まあ楽しいですよね、やっぱりみんなと飲んで、みんなと食べれるのは。でも俺、つがいてになって会えないですみたいな。会えないね。やっぱ営業とまた、なかなか現場は現場で仲良くやってるけど、なかなか営業は営業と、こういう繋がりってないよね。そうですね。相澤さんなんて、どれぐらいぶりですか？全然会ってないですよね、本当にもう。僕なんて。でも電話で喋らんの？喋らないですよ。喋らんのか？喋らないです、喋らない。だって、氷川君と道ぐらいですね。あ、管理がおるもんで、別でね、相澤さんの下には。今、こんなんいるよね。そうですね。で、まあ、春日井メンバープラス、まあ、女性陣と、まあ、足場班が代表で一人だよな。どうこういうのって。いやー、沈黙深めるのにはありだと思いますよ。沈黙でかっこいい。かっこつけでも、初めてやるのね、こういうの。俺だったら、泊まりは初めてじゃない、こういうふうに外で。そうですね、初めてね。仕事でね、出張でみんなで行こうかとかで泊まったことはあるけど、そうですね。うん、泊まりは初めてかな。はい。まあまあこれいいよな、まあいいって言ってもまだ始まったばっかだもん、ね、そうですね、まだ行ってまあ9時か9時半なんでここからまたまた盛り上がると思うけどなどう、まあ足場もこれ、まあ足場もしょっちゅうやってるもんな、足場はしょっちゅうやってるちょこちょこやってるもんな、うん、いいよねこういうのね、で一言ずつなんか来年の目標なんてちょっと聞かせてるじゃん、来年そうですね、今松沢くんが1年目っていうことで、うんうんうん、まあ逆にもう僕の代わりになるぐらいの営業マンに一人でもこう契約も持ってきて、もうまっすーと二人でどういう営業マンですか、やっぱり反響営業なので、反響営業っていうのはお客さんから依頼が来るってことだよね、あ、そうですね、お客様からご依頼いただいてるので、もうそういう塗装にもともと興味ある人が、もうそういうニーズがある人からの反響っていう意味で、やっぱり本当に営業としては本当にもう恵まれた環境なので、まあ、そこを本当に生かして、本当にもう契約も本当7割8割、どうやったら7割8割決まるの、これ 65% かなと思ったら、65% なら、それ以上っておかしいんじゃない、 70% は限界いくからね、そうです、何でもかんでも拾ったら別だけど、まあそうですね、まあ、いらんもんね、だけどまあやっぱお客さんうち喜ばせれる人だよね、いかにやっぱお客さんに喜んでもらえる営業マンになるかっていうのは、そうですね、大切なことだよね、そうですね、お客さんだったら必然的に契約が決まるしね、本当に、そうですね、でも本当じゃん、
仕事の知識つけて、やっぱりどれだけ値段もそうだよね、よく俺も俺本社に本当に言ったよ、高すぎるもの客だし、職人側から言ったら、あ、原価がいい人出してくれる人、そう、別にお客さんかわいそうだわけでしょ、俺はまさにと思うし、もう厳しくていいしね、うん、でね、足場はあるの、うん、ね、その道が本当にね、まあ、やめていくっていうか、引退、まあ、一回一人上がったり、まあ、つながりはあると思うんだけど、これからも課題ってある、まあ、テレモチが抜けて、とりあえずは下がりたくはないですよね、うん、下には、うん、まあ、売り上げもなんですけど、うん、その今、持ってるお客さんから、あ、ありがとう、うん、その仕事をもらえんとかっていうのは、ちょっと嫌ですよね、もちろん、嫌じゃなくて許さんよ、俺そんなそれは許さんぞ未知数なんで、いきなり、うん、まあ、そうだな、どこまでやれるかわかんないですけど、もちろん、うんうん、でもやっぱりなるようにしかならんもんね、やっぱり、うん、まあ努力したやつが言える言葉だけどな、それは俺はいつもそう思ってる、俺だっていつも未知数だもん、だっていつも全然新しいことやってるじゃん、ちょっと分かってきたらもう人に全部やらしそうだもんね、うん、いつも俺は未知数だ、だから逆に俺は別にそんなこと、あのお前ら見とって全然大丈夫かな、で俺はそこを踏んできたからね、うん、踏んだ場所だから、まあ、こっちだったら大丈夫だと思うんだけど、俺は、まあ、でも一個変わるのはテレビ抜けてなんかでもちょっと変わるんじゃないかなと思うんですからね、俺良くなると思うよ、それも厳しい方少しあります、うん、もちろんもちろん、そのあいつの突破力が強いからさ、うん、まあ、突破力というだけで、いや、あいつって必要な人材だし、まあ、これから問題で身につけなきゃもんで、あいつに甘えてる部分もあるけど、でもあいつそれできないでしょっていうところもあるじゃん、いい加減とか、お客さんに対しては新規営業には強いけどリピート営業には弱いとか、弱いですね、なんかテレミチっていう存在を知られたらちょっと弱い人で、そうだよな、まあ、そこまでお前、おまあ多分ショーがリーダーにやるの、お前がリーダーやるの、どっちがリーダーやるの、まあ、リーダー決めづらいですけど、結局ショーがここで行くもんね、もちろん、うんうん、で結局多分僕はその後役っていうかその仕事の内容っていうのを多分受けると思うんですけども、うん、結局多分やっぱりみんなで振り分けないと多分やっていけないですね、やっぱり仕事はな、今は、まあ、まあ俺みたいなスーパースターはいないってことか、営業もやって YouTube もやって足場班にも文句言ってキャンプもやってそういうやつはいないってことか、やっぱ俺しかいないってことだな、スーパースターは、カットね、カット、ね、まあいいんじゃない、うん、でも一歩ずつだと思うよ、もちろん、まあそうそう、絶対にお前ら成長すると思うよ、あいつが抜けたことで、まあ、会社の数字は分からんけど、まあ、人の成長は金が絶対ついてくるから、そうですね、うん、来年1年悪いかもしれんけど、まあ、まあ、再来年良くないと意味ないしな、でもまあ突き当たりに走っててんだったらまあやめた方がいいしねって、まあ、寺道で今突き当たりに向かってるじゃん、あのまま行ったらね、あいつの進む方向って、一応春日井店に来て一応もう今1年ぐらい経つんですけど、今どちらかというとまあそのもともと本社だな、もともと本社で本社の方が正直長い、3年ぐらい最初本社、いや春日井店1年いて、春日井本社、本社が3年か4年ぐらいいて、春日井店が多分、うん、の方が多分短くて、あーそうかそうかそうか、でまあ正直もう僕も今6年目うん、なんで正直まあ年齢的にもやっぱり責任を負う立場になっていかないといけないところなんで、責任を負ってねえじゃん、そうなんですよねそうなんですよ、なんでまああの、僕6年目です、はい、もう28ですよ、あそう、はい、これからどんどんあの会社は大きくなっていく会社なんで、まあ本当に自分も本当にどん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 あのこの会社のためになれるようには頑張っていきたい、大きくなっていくじゃないんだね、大きくします、お前らが成長したら大きくなるんだって、はい、そうでしたね、みんなが出ててです、とっても暇ですすごい、すごい、外すごい、もの
白っすよね。映るちゃうとこれ寝れた。あ、僕寝れましたね。本当？はい。寝れましたか？あ、バッチリ寝れました。はい、ごちそうまで。そう、あったかかった、その中。そうですね。寒いな。ちょっと海だ。戻ろうか、あの子。なんか帽子かぶってない姿見るの新鮮ですよ、僕。あ、ね。車用車夏用タイヤなんですか。夏用ですよ。夏用です。寒い。来るとき大変でしたね、絶対。来るとき大変だよ。遅延規制。遅延規制。よし、こば。行きますか。